アメリカ宇宙軍作戦部長は法律である。宇宙軍作戦部長は国防総省に勤務する管理職であり、宇宙軍に対する作戦指揮権はない。宇宙軍作戦部長は空軍長官に直属し、宇宙軍の部隊や組織を監督する。宇宙軍作戦部長のポストは2019年12月20日の宇宙軍編成ともに設置された。同日、 初代の宇宙軍作戦部長として、宇宙軍司令官兼空軍宇宙、軍団司令官だったジョン・レイモンド空軍大将が、宇宙軍大将に転属された上で指名された。2020年1月14日に、レイモンド大将がマイク・ペンス副大統領に就任を宣誓し、初代の宇宙軍作戦部長に就任した。宇宙軍作戦部長は、空軍長官の権限、指揮、 統制の下で宇宙軍作戦本部を統括する。そして空軍長官により承認された計画を実行するため空軍長官の執行代理人として行動し空軍長官の決定を宇宙軍に反映させるためその組織や軍人を監督する。また宇宙軍作戦部長は大統領、国防長官、空軍長官のいずれから 特に指定された任務を遂行することもある。宇宙軍作戦部長は2020年12月20日に統合参謀本部の正式なメンバーとなる。宇宙軍作戦部長は統合参謀本部のメンバーとして任務を遂行する場合は直接国防長官に責任を負う。宇宙軍作戦部長は統合参謀本部の他のメンバーと同様に管理職であり、 宇宙軍に対する作戦指揮権はない。宇宙軍作戦本部、宇宙軍の司令部である。宇宙軍作戦本部は空軍参謀本部と協力して宇宙軍作戦部長をサポートしつつ宇宙軍の組織管理、訓練、装備管理や諸問題の解決を担当する。宇宙軍作戦本部は宇宙軍作戦部長と宇宙軍作戦次長によって統括されており、 この二人の軍人はいずれも大将の階級を持つ宇宙軍の上級参謀、顧問である。宇宙軍作戦本部の組織は作戦部門、プロトコル部門、情報技術及び管理部門、会計部門、戦力統合部門に分かれている。この他に三人の宇宙軍作戦次長補がいる。ありがとうございます。